はい。ということで、7月11日、マーケット振り返りやっていきたいと思います。個別銘柄の決算でいい決算出した銘柄も後ほど見ていきたいと思います。本日の日本市場ですけれども、値上がり銘柄数3049社、値下がり銘柄数858社となっております。プライム売買代金の方は2兆6522億円、グロース売買代金は1036億円ということで、3兆円割れてきているので、そこまで飽きないは多くはなかった。 だという感じなんですけども今日は基本的には自民党が勝利したということで政権が安定するんじゃないかっていうそういったご主義相場的な意味合いも大きかったのかなと思いますね全面高に近い3000銘柄が値上がりしているという状況でございますで日経平均株価の方なんですけど2万6812円で引けておりましてこれに関してもですね えー、2万7千円より上が若干重いのかなという雰囲気は出ておりまして、1.11%上昇ですね。前回の6月末の高値がちょうどこの2万7千。 70円とかですね、60円とか、それぐらいの同じぐらいのところから、反落しまして、結局は上髭をつけて、十字っぽい陰線で終わったということですね。で、トピックスの方は1.44%プラスの、マザーズの方は0.43%マイナスで引けております。ドル円の方なんですけれども、136.9円ということで、円安が進んできております。原油なんですけれども、103ドルということで、 最近はこの100ドルから110ドルぐらいですね。非常にボラティリティは激しいんですけれども、その10%ぐらいを行ったり来たりと。そんな雰囲気でございます。業種別なんですけれども、医薬品精密機器、リクーンが強い。もう医薬品に関してはめちゃくちゃ強いですね。ちょっと前から強いんですけど、今日もやはり強かったと。 値下がりの方は繊維製品、海運電気ガスとなっております。で、繊維製品、値下がり上位になってるんですけれども、これ不正出てまして、透例ですね。 一部メディア新たな品質不正と報じる子会社で新たな品質不正があったかもしれないということで今調査中でございますね。このニュースを受けて株価5.17%通りが下落しております。チャート的にはこんな感じですね。まあ下落したんですけど、なんだかんだで戻しましたね。一応下髭をつけた要戦なんで、このあたりはまあある程度のね、会話入って だということですねで売買代金もかなり増えているんで明日以降も売買代金に伴って上昇したりとかねまあどういう動きをするのかっていうのは注目しといても明日一日の短期って意味では面白いかもしれないですね年初来高値銘柄ですけれども165銘柄なのでそこまで多いわけではないですけれどもこの前も動画で言ったように食品系も引き続き強いで医薬品も強いでこのあたりは新高値取ってきておりまして医薬品はすごいですね武田も小野薬品も 1> 第一三強とかですね。もう大型の医薬品めちゃくちゃ強いですね。スコーブルー絶好調でございます。で、年初の安値の方ですけれども29名柄。これも少ないですね。はい。まあ大体もう最近50名柄以下ですね、新安値は。金曜日の決算で安川電機注目されておりましたけれども、やはり許されなかったというか、マイナス5.61%っていうのが、この金曜日の決算受けての今日の株価の反応なんで、まあ市場的にはマイナスだったというのがこれでわかる。 感じです、ね、で第1クォーターでしたけれども売上高1.1%プラスの営業利益は7.8%プラスで第1クォーターは発表してるんですけどこれまでの増収増益率がこう31%とかで営業利益2.1倍とかね、えー、97%98%81% とか結構すごい利益出してまして。 売上の方も30%、25%、26%、10%と、こう2桁で伸びてた中で、まあ今回第1クォーターが1%の売八上ーと7.8%の営業利益なんで、まあまあ物足りなかったかなと。で、会社の決算単身では若干為替も、こう利益を押し上げに貢献しましたということですね。で、本日決算発表しておりまして、これが高決算だったんですけれども、ローチェでございます。チャートはこのような形になっております。 1> 第1クォーターだったんですけれども売上高が50.2%プラス営業利益76.6%プラス最終利益90%プラスということでまあ普通に考えてこれめちゃくちゃすごい数字ですしまあ普通にいけば買われるよねっていう数字であるんですけど今半導体系皆さんご存知の通りあんまりモメンタムが来てないということで。 ちょっと上値が重い状況がずっと続いてるんで、これで買われるかどうかっていうところですね。とにかくあんまりセクターとして買いが入りづらい状況なので、で一応この進捗率は60.6%で、5年平均の43.3%をもうはるかに上回るもう素晴らしい数字で。 業績はもうぶっちぎりの過去最高益予想でかつこの第1クォーターのスタートダッシュもとんでもないということですねで決算単身の方を見てもロシアウクライナ情勢であるとか円安であるとかこう不透明感あるものの業界全体としては情報通信技術の拡充であるとか脱炭素社会へ向けた取り組みっていうところを相まって半導体需要が高まっておりますよと で、これが今後もさらなる成長が見込まれておりますということで、だいぶポジティブですね。はい。で、あと為替なんですけれども、為替の利益が21億円ということで、これもなかなかすごい為替の威力だなと思いますね。で、ローツは取引先としてアプライドマテリアルズと TSMC ですね。台湾セミコンダクターがあるんで、そこが比率が大きいということで、この2社に関してもうどういう数字が出てくるかとかね。 まあそのあたりも一緒に注目しておくと面白いんじゃないかなと思います。会社によってどこが大口かっていうのはね、もう全然違ってくるんで、まあ、サムスンがすごい大口のお客さんの日本メーカーもありますし、まあそういったところで細かい会社別もね、えー、見ておくと面白いんじゃないかなと思います。で、もう一つ本日決算出たメガネでコスモス薬品ですね。ドラッグストアですけれども、5円増配ということでございます。 第4クォーターで通期見通しは7.7%プラスの最終利益0.2%の見通しですね。まあ、株価的にはもうずっとこのドラッグストア売り込まれてはいたんですけれども ちょっっととずつ反発してきててきいいるというそんななチャートになっておりますで、今後のスケジュールですけれども、こちらのようになっておりまして、7月13日、消費者物価指数、もうこれがもうともかく、とにもかくにも一旦これが注目かなと、で、選挙もとりあえず終わりまして、自民党勝ったんで安定するんじゃないっていう、そういう思惑もありますので、まあまあまあ、徐々に。 こう目の前のイベントが消化していってるかなと。で、そこからの決算シーズンということで、個別が今は面白いんじゃないかなと思ってます。で、13日日本の決算でマネー・フォワード、サイゼリア、コメダ、吉野ヤなどなど飲食店あたり出てきます。そして7月14日木曜日ですけれども、ファーストリテイリング。 出てきますこれも日経に与える影響は大きいのでこれはもう注目ですねで 33PR タイムスなどなど個人投資家好きそうなところも出てきますよということでございますひとまず今日の値、ね、動きからもわかるように2万7000円付近ですねやっぱり重たいんでんちょっとね2万70002万6000ぐらいで動くのか2万7000ブレイクしてくるのかっていうところは、まあ、注目ですけれどもあんまりこう上値を材料もないと言われればもうないですしはい えー、本当にね、難しいですね相。相場の方向感がない日がもうずっと続いているということで、これからやっぱ個別に注目していくのが、えー、この時期は一番面白いんじゃないかなと思っております。ということで、今後もこれも株式投資の情報をどんどん発信していきますので、気になる方チャンネル登録よろしくお願いします。以上。